で、奴らをどうするんだ。このまま放っておくつもりなのか。愚問だな。やはりシオンとコスモスの接触によって羅針盤は大きく触れる。13番目の鍵、こちらから動かずとも彼女たちはあの場所に導かれる。全ては流れのままにってか。おい、最初から分かっていたのか、こうなることをよ。本当に怖いやつだな。